さて今回も開けてなかったフィギュアーツを開けていこうというわけでございまして、 SH フィギュアーツ仮面ライダービルドラビットタンクスパークリングフォームです。こちら仮面ライダービルドに登場いたします主人公仮面ライダービルドの中間パワーアップフォームで、ビルドって中間パワーアップフォームがかなり数がありますけれども、その中でも一番最初の大きいパワーアップフォームになりますね。ラビタンの正当進化っていう感じですけども、体中がね、まあスパークリングっていうだけあって炭酸的なシュワシュワの造形になってるっていう感じです。外箱パッケージはプレ版限定ですので、窓がなくてスパークリング映ってますけれども、後から説明いたしますけれども、販売当時はね、いろいろと話題になったこちら商品ですので、この写真を見てえって思うところがあるんですけれども、裏面こんな感じ、めちゃめちゃいい感じ映ってますね。それでは開けてまいりましょう。というわけで中身は仮面ライダービルドラビットタンクスパークリングフォーム本体と交換用のテクイパーツが左右合わせて9つです。はい、というわけでございまして、ラビットタンクスパークリングでございます。造形は本当によくできたアーツで、もうめちゃめちゃかっこいいのはもう言うまでもないんですけれども、まあ先ほども言った販売当時に話題になったっていう点が2点ありまして、これね、もううちのチャンネルではもうよく出てきますけど、ビルドのアーツなんですけれども、まあ、このビルドのアーツの時点でよく言われてるんですが、このね、赤のラビット部分が本編に比べてちょっと暗いんですけれども、スパークリングになってもそこは改善されなかったんですよね。なので本編よりかなり赤がシックな赤なんですよ。ただまあ言ってしまえばそれはね、ビルド時代からそのまま継続されてるって感じなんですが、もう一つはこの複眼なんですけれども、複眼のこのね、下の部分、黒い影があるの分かりますかね。ここパッケージを見てみても、こんな黒いね、影はね、パッケージにはないわけですよ。ですので到着時はこの黒い影はなんだということで、結構ネットでは話題になってたものですね。まあ遠目に見れば全然気にならないレベルかなって僕個人は思うんですけど、やっぱりちょっと近づけただけでね、ってやっぱね、これ知ってしまうとね、やっぱね、気づくのよ。やっぱりちょっと気になっちゃうのよね。なので造形がね、まあこの後ちょっと細かく見ていきますけど、かなり完璧な分、赤い色の暗さとここの目の影、この2箇所に関してはちょっと残念な商品となっております。というわけでスパークリング本体見ていきましょう。かなり尖った造形となってまして、元のビルドからの正当進化で色は赤と青のラビタンの部分が出てるんですけど、大きく変化してるのはこのスパークリング部分というか、この白の部分ですね。炭酸飲料のようなシュワシュワを思わせるこのズバズバっとした稲妻のような造形と、泡の白い点ですね。このあたりがかなり無理なく落とし込まれてますし、色省きなども特になくて、個人的にはスパークリング結構好きで、このギザギザってした感じが結構かっこいいなって思ってるんですけれども、上から見ていきましょう。かなり複眼もね、このズバズバってした感じがうまく表現されてるんですが、同時にめちゃめちゃ折れやすいと思うんですよ。まあ何度も話してますが、僕の家はね、地震でかなり大きく揺れる家で、今でこそね、仮止めするためのなんかシールみたいなやつ貼ってるんで、それのおかげで基本的には倒れないんですが、これを買った当初はそういった対策をしてなかったので、地震で何度も何度も顔面をこうぶちつけてましてですね、もうかなり怖かったんですけど、今のとこ僕のやつは欠けてないですね、運がいいことに。ただかなり取り扱い注意だと思います。襟元は特徴的な白い輪っかがありますけれども、まあでもね、首とか全然横も向けますから全然問題ないって感じで、なんか肘部分のシワ感とかものすごい細かく造形されててめっちゃかっこいいっすよね。ビルドドライバーにはラビットタンクスパークリングのこのボトル缶みたいなやつがちゃんとここはまってて、これはちゃんと取り外すことができますね。体型もほんと完璧、太もももムチムチしてますし、めっちゃかっこいいんすよね、スパークリング。アンダースーツのブラックもマット調でいつも通りのビルドアーツって感じで、かなりいい感じにできてますし、実際ビルドのアーツとこうやって並べてみると、パーツを共有してる部分ってかなり少なくて、っていうかほぼなくない？ほぼほぼ新規造形だね、こう見ると。足首ぐらいか。こういうごつめのデザインはかっこよくていいですよね。可動箇所はさっき言った通り、首全然問題なく回すことできますし、腕もね、水平まで上げることできます。二の腕のロールあります。肘もグニッと曲げることできますし、手首も回転いたします。胸可動あります。腰可動もあります。ビルドドライバーもきちんと回すことができますし、ホルダーが相変わらず足邪魔になってますが、独立して動かすことができますので、横にずらしてあげれば足を水平まで上げることも問題なくできますし、大股前後に足を開くこともできますし、太ももの回転、膝をグニッと曲げることもできます。足首も可動いたしますし、つま先も曲げることができます。で、足の裏もね、きちんとラビットタンクっていう感じできちんと造形されております。バランス転職
というわけで変身直後の特徴的なポーズでございます。このポーズの再現のための大きく指を広げたパーの手が付属しております。もちろんフレーミングの手首も付属しておりますので、ビルドポーズを取ることもできますし、パンチポーズやキックポーズもかっこよく決まります。そして魂ステージを使えばライダーキックもかっこよく決めることができます。いろんな角度で回して見てみるとこんな感じです。かっこいい。やっぱ目の影とかさ、気になるとこあるけど、めちゃめちゃかっこいいね。うわ、この辺とか、この辺の角度とか、めっちゃかっこいい。頭切れちゃってるけど。めっちゃかっこいいですね。バランス転職。というわけで今回は SH フィギュア2仮面ライダービルドラビットタンクスパークリングフォームをご紹介いたしました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。Wow.